豆キュン。水の上を歩く。わあ、こんなところに池があったなんて。ひひひひ、お姉ちゃんもおいでよ。とっても気持ちいいよ。今行く。えい、水攻撃だ。えい。バールったら。ここまでおいで。もう、お姉ちゃんったら、そんなはずないよ。こんなに日差しが。そうかな？お姉ちゃん、雨んぼだよ。雨？降ってないけど？雨んぼだよ。肉食昆虫の雨んぼ。やっと僕に気づいたね。ちょっとここで昆虫の常識。僕はアメンボ。僕は水の上を歩くんだ。体長は11から14ミリ。メスは13から16ミリほどあるのに、体はとっても軽いんだ。足の先の毛に油がついてるから、水に浮いていられるんだ。毛の間についている油が水を押して、水面が張力に押された分だけ上へと力が働いて僕の体を支えてくれるんだ。僕はね、周りに円を描きながら縄張りを示すんだ。他のアメンボが入ってくると追い出すんだよ。おい、ここは僕の場所。すまん、すまん。交尾期は1年のうち 2,3 回で、冬を越すときはほとんど大きくなってるんだ。何を食べて生きてるのかって？へへ、教えてあげるよ。僕はこうして水の上を滑るように動き回りながら、水の上に落ちた昆虫を捕まえて、その液体を吸い取るんだ。驚くなよ。へへ。時々、死んだ魚も食べるんだ。コロン！早く逃げて！あ、待てよ！コロン！アメンボが群れで、群れてる！もともと群れでいるんだって。どうしよう！あ、お姉ちゃん、あそこのハスの葉まで泳いで逃げよう。お姉ちゃん、方向を変えよう。右だ。右？みんなアメンボが僕たちを追いかけられないよう助けて。方向を変えられないように後ろ足を縛ってね。そうそう。よし。捕まえた。よし。が目印につけてくれた風船の方に行こう。うん、お姉ちゃん。はあはあはあ。